皆さんこんにちは。本日はセンサーノードの低コスト設計 ADCC アナログトゥデジタルコンバーター with コンピュテーションにご参加くださりありがとうございます。本日は40分ほどの講演の後、質疑応答のお時間を設けています。また質問は講演中も受け付けております。画面下の Q&A ボックスより随時お寄せください。時間内にお答えしきれなかった質問については後日回答させていただく予定です。視聴に関するトラブルについても Q&A ボックスにご連絡ください。スライドの文字や動画が見えづらい場合はスライド画面右上の四角のボタンを押すとサイズを拡大いただけます。また配信中に音声やスライドが停止してしまった場合にはブラウザの更新をお試しください。万一配信を視聴できなくなったり中断されてしまった場合には後日オンデマンド版をご案内いたしますのでそちらをご覧ください。それでは早速講演へと移らせていただきます。まずこのウェビナーのアジェンダですが、 ADCC の概要、そして MCC を使った ADCC の設定、 MCC によって生成された関数群の紹介、応用例としてタッチセンスの説明、 ADCC が実行する計算機能の説明と各動作モードの説明、また動作例の説明として照度センサーのノイズフィルター応用例を取り上げます。この中では ADCC を利用する注意点を紹介し最後にまとめます。ここで紹介する ADCC は通常の ADC に加えてよく使われるデータ処理を自動実行する機能を搭載し、加えて比較判断処理についてもハードウェアにて行える機能を搭載したものです。ADC として必要となるサンプリングに関連したアクイジション時間の確保やサンプリングのトリガーなどはソフトウェアが直接介在せずに行います。データ処理としては平均化計算、ローパスフィルターの計算処理、変換結果が区間内かあるいは式位置と比較するなどの判断処理も専用ハードウェアによって処理されます。これによって CPU は ADC の処理から解放され、他の処理の高速化あるいは低消費電力化が行えますし、ロムコードの削減にも役立ちます。 ADCC の応用としては今回紹介するセンサーインターフェースやアナログ信号を利用する機器のフィルターをソフトウェアで置き換えるなどがあります。ADCC では多くの処理が CPU のソフトウェア処理を介さずにハードウェアに直接処理されていきます。このような CPU から独立して動作可能な周辺機能をコアから独立した周辺機能、コアインデペンデントペリフェラルと呼んでいます。各周辺が直接信号で接続されて動作しますので、相互の接続にソフトウェア遅延はありませんし、 CPU を低クロック動作させたり別処理の実行に専念できます。コアから独立して動作可能な周辺機能にはさまざまなものがあります。ここで示している周辺機能は8bitMCU で利用できるもので、デバイスにより利用できる周辺機能には差があります。 BIGMCU にのみある機能や AVRMCU にのみ存在する機能もあります。先に従来から行われてきた一般的な ADC 関連処理を見てみましょう。 ADC トリガーするタイミングは従来はタイマーからの割り込み処理の中で、ソフトウェアに特定の IO レジスタをアクセスして AD 変換をスタートさせていました。また ADC からの変換結果も ADC からの割り込みを利用して読み出しデータ処理部へ渡していました。データ処理は当然ですがソフトウェアにより構成していたわけです。一般的に利用されていた処理としては平均化の前処理としての累算、いわゆるアキュムレーション処理と必要回数累算した後にその回数で割って平均値を出すような平均化処理があります。平滑化としては移動平均を利用したり、処理は重たくなりますが FIR や IIR の
処理、フィルター処理を行ったり、結果の判断としての色位置処理、色位置比較があります。必要に応じて別な処理をトリガーするなどのシステムアプリケーション側の処理も出てきます。コア独立周辺機能によって ADC のトリガーはタイマーから直接 ADC がトリガーされます。ADC の変換結果は割り込み処理を起動することなく直接計算ブロックへと送られ、平均化などの計算処理を行い、結果と色位置の比較処理までハードウェアにより行われます。ADC 利用の目的が色位置を超えるか否かの判断の場合、CPU は実質的な処理をすべてハードウェアに任せることが可能です。実際の応用面で見てみましょう。センサーからの情報は、たとえその物理量が温度であったり、照度、重量、圧力であったりしても、最終的には電圧へと変換されます。この図では、MCU の左側に示したブロックが、電圧に変換するセンサーであったり、アナログフロントエンドとして電圧変換するブロックです。従来の応用では、空色のブロックがハードウェアで、マゼンタ色のブロックがソフトウェアで構成していました。結果として、ユーザーへ表示機にてセンサーの情報を表示したり、自らはセンサーノードとしてネットワークへ情報を送ったりしていたわけです。次からは、これらを ADCC にてどのように処理されていくのかを具体的に見ていきましょう。ADCC を利用する際には、イスカの指定項目があります。何も指定することなく勝手に動くものではありません。すべて応用への適切な設定が必要となってきます。ここでは、ADCC の中の AD 変換に必要な指定項目を示しています。ADC は逐次変換方式で、一般的に SAR と呼ぶ方式が利用されています。そのため、変換クロックを適切にしています。また、複数あるアナログ入力を設定した回路に応じて使います。トリガーのソースを指定するほか、参照電圧も指定します。AD 変換用のクロックとしては、CPU の駆動クロックである FOSC を分集して利用するほか、専用の内蔵クロックも利用できます。今回、応用例で利用している MCU では、変換クロックの分集が1から6マイクロ秒の範囲となるように FOSC の分集比を設定します。内蔵クロックは、この周期を満足するような周期で設計されています。クロックが早すぎても遅すぎても規定の精度や分解能が得られません。アナログ電圧の入力としては、アナログ端子電圧以外にも内部の FVR 電圧を測り、相対的な電源電圧情報取得に利用したり、DAC 出力電圧の確認に利用したり、デバイスの温度指標を読み取ったりできます。また、AVSS でゼロ電位を確認します。ADC のトリガーソースとしては、今回の応用例で使うタイマーからの信号以外にも、外部端子からの直接トリガー、シグナルメジャメントタイマー SMT からの信号や、キャプチャーコンペアパルス出力、PWM 出力、アナログコンパレーター出力、IO ピンチェンジ検出、コンフィギュラブルロジックセル出力、特定レジスタの読み出しでのトリガーなどが選択できます。これらは ADC への直接的なトリガーとして使えるため、CPU は最初に設定するのみで、あとはハードウェアによる自動トリガーとなります。ADC や後に説明のある計算ブロックは、これらを駆動する多数の周辺機能には、数多くの設定項目に対応する多数のレジスタ群が存在し、それらの名前だけではなく、相互の関連性を学習するには大きな労力が必要となります。これらの労力を大きく
軽減するのに役立つのが MPLAB コードコンフィグレーター MCC です。 MCC は MPLAB XIDE と呼んでいる開発環境に組み込まれるコードの自動生成モジュールで、 GUI を用いた直感的なインターフェースによって少ない操作により各周辺機能を操作するコード群を自動生成します。ユーザー用のメイン関数すら自動で生成しますので、初期化のみで事足りる応用であればコード修正なしにロム化できます。ここでは ADCC の設定を主軸として MCC の利用の仕方を見ていきましょう。 MCC を起動して ADCC モジュールをプロジェクトに追加すると、最初にこの画面が開きます。最初に設定する項目はクロックソースです。 FOSC か FRC を選択し、運周比を指定します。指定したクロックと運周比に起こる変換時間と、その設定で可能な最速のサンプリング周波数が表示されます。不適切な選択をしている場合はワーニングが表示されます。ADCC には ADC 単体の時にはなかったアクイジション時間の指定項目があります。トリガータイミングでは変換対象の電圧がまだ安定状態に達していない場合に利用します。変換トリガー信号時点ではまだ外部回路が処理中である場合や、タッチセンス応用での安定待ち時間に利用しています。これらの時間は ADC 単体で使っていた時点ではソフトウェア処理で作り出していたもので、これもソフトウェア軽減に役立っています。ADC では単体利用でも必ず設定が必要とされるのがアライメントと参照電圧です。丸5のアライメントは10ビットの変換結果を16ビットの結果として扱う際に、MSB 側と LSB 側のどちらに揃えるかを指定するものです。丸6、丸7の参照電圧を指定することで、ADC の変換レンジを応用に合わせて選択できるようになります。8のトリガーソース設定は CIP の効果を最も簡単に利用する例であり、ソフトウェアの軽減に有効です。何も指定しないと従来同様にソフトウェアによるトリガーとなります。AD 変換において、なるべくサンプリング間隔を空けずに連続量に近い動きを追いかけたい場合、連続変換を指定することで毎回のトリガー処理をせずに済ませる設定があります。ダブルサンプリングは1回のトリガーで2回分のサンプリングを実施するもので、タッチセンス応用の場合は差分 CVD 動作時に利用されます。10ビットの変換結果を16ビットの変数に格納する際に1023までの数値情報として扱う場合は、右揃えを指定します。右揃えは平均化やフィルタ処理での設定で利用されます。アライメントの左揃えは、上位ビット側の情報のみが必要とされる場合に便利なモードです。下の2ビットだけを切り捨て、上位データだけの8ビットとして扱うことで処理が簡略化でき、応答が高速化できます。MCC は数多くの便利な関数群を生成します。ここでは ADCC 向けに生成される関数群の例を示しますが、ADC Get Current Control of Conversions では自動トリガーで実行中に現時点でのトリガー回数を取得できます。外部トリガーなどで不定期なトリガーを実行中には便利な関数です。次の2つの関数は、ソフトウェアトリガー及び変換中華を確認するもので、ソフトウェアが主体となって制御する応用で使われます。ADCC スタートコンバージョンでチャンネルを指定して変換を開始させ、変換完了を ADCC is conversion done によりチェックします。
ADCC ゲットシングルコンバージョンでは、これら開始と完了、待ちを含め、結果を取り出す ADC ゲットコンバージョンリザルトの3関数を1つにまとめたもので、ユーザーからは簡単に ADCC が利用できる関数としています。代わりにこの関数を呼び出している間、意図的に他の処理ができなくなります。その他の関数としては、アクエジション時間をランタイムで調整したい場合に利用する関数や、入力サンプル容量を放電させる関数、連続動作中の ADCC を停止させるときに使う関数などもあります。サンプリングオプションとしては、タッチセンスに使うダブルサンプリングや連続サンプル動作の設定があります。これらの設定を動的に変更する関数群が用意されています。応用例として ADCC をタッチセンスに使う場合を取り上げます。ADCC のタッチセンス応用では、CVD、チャージボルテージディバイダー、容量電圧分圧器、の支援機能を利用します。この支援機能を利用すると、タッチ動作に伴う電極の容量変化を検出して、タッチ動作の有無を検出できます。ADCC モジュールの内部には、サンプルホールドコンデンサーがあり、タッチセンサーの電圧ソースとして使われます。CVD 機能は、これらが内蔵されていないデバイスと比べ、コーディング量が削減され、CPU のオーバーヘッドが軽減されると同時に、タッチセンシングの応用を簡単に構築できます。ここでは CVD の動作を説明します。4つのステージから構成されますが、ここでは前半の2つのステージを示します。最初のステージ1では、外部のタッチ電極の電荷が VSS へ放電され、内部のホールドコンデンサの電荷は VDD へとプリチャージされます。次のステージ2では、外部電極の容量と内部ホールドコンデンサの容量がスイッチで接続され、相互の電荷が共有され、やがてある電圧値に落ち着きます。これらの動作をアクイジションと呼んでいます。ステージ3では、ステージ1と逆の処理を行います。外部の電極の容量は VDD によりプリチャージされます。内部ホールドコンデンサの電荷は VSS へと放電されます。ステージ4では、内部と外部が接続され、それぞれの容量の電荷が共有され、やがてある電圧に落ち着きます。前回と逆の処理を行うため、極性反転サンプル、あるいはコンプリメンタリー CVD と呼ばれます。これら4つのステージを電圧変化で示した図です。赤の破線が内部のホールドコンデンサの電圧を示し、青の線が外部のタッチセンス電極の電圧を示しています。初回サンプルのアクリション時間の終わりで取り込まれた ADC 結果と、次回サンプルのアクイジション時間の終わりで取り込まれた ADC 結果には差が生じていますが、この差の変化を検出してタッチの有無としています。タッチがない時点で初回サンプルと次回サンプルの差がなるべく小さな値となるよう、内部コンデンサの容量を調整するための機能が ADCC には備わっています。これはハードウェアに合わせた調整が必要です。次に計算機能を紹介します。ADC から得られた10ビットのデータは計算ロジックへと渡されます。ADC の結果自体は8ビットずつ処理できるように8ビットの H と L からなる2つのレジスタに格納されますが、説明の煩雑さを回避するため計算ロジック内部では16ビットのレジスタ名称として記載しています。
計算機能ブロック、計算ロジックですね。ここでは計算ブロックとして説明します。ADC からの変換結果は ADRES よぶレジスタから計算機能回路へと渡されます。計算機能は設定するモードによって計算動作が切り替わります。 LPF ローパスフィルターのブロックでは累算や平均化処理、ローパスフィルター処理が行われ、結果を AD フィルターへと格納します。 ADC の結果あるいはフィルター結果は次のエラー量計算回路へと入ります。このブロックへはセットポイント値 ADSTPT がユーザーで設定され、 ADC からの全回値 ADPLEV、 AD プレビアスですねなどへも入ります。 AD カルクという計算モードをこう指定することでエラー量が計算され、 ADERR、 AD エラーレジスタへ格納されます。この AD エラー量は次の式位置比較ブロックへと渡されます。このブロックへはユーザーからの設定値 ADUTH、 これはアッパースレッショルですね、上限式位置のことです。 ADLTH、 下限式位置も指定されます。複数ある比較条件を ADTMD、 スレッショルドのモードですによって指定します。するとエラー量と式位置を比較した結果として条件が一致すると式位置割り込みを発行します。もし ADC からの変換完了割り込みを禁止し式位置割り込みを許可すると、この条件一致が発生するまでは AD 変換、フィルター、エラー計算、式位置比較が繰り返し実施され続けます。ADCC には応用目的に応じて複数の動作モードが用意されています。最初の基本モードでは ADC 変換結果をそのまま利用します。しかし比較割り込み機能は有効です。累積モードあるいは累算アキュムレーターモードでは ADC 結果を16ビットレジスタに累積していき結果を比較できます。平均モードでは累積した結果の平均を取ります。累積の回数は2のべきで表される値の時に ADCC 平均値と等価になります。バースト平均モードでは連続変換結果に対する平均を算出します。平均モードでサンプリング周期と ADCRS レジスタ値で決まるローパス特性で ADC 結果をフィルタリングした値を算出します。どのモードも計算ブロック中の値の比較割り込みを利用できます。計算ブロックにはエラー量の算出回路があり、5つのエラー算出式を選べます。まず ADC による変換結果は ADRES レジスタに入ります。この ADRES 結果は次の AD 変換結果によって更新される前に AD プレブレジスタに入ります。これが全回値です。一方、平均結果やフィルター結果は AD フィルターレジスタに入ります。これらの結果を使って何らかの目標値と比較するため、ユーザー側で設定する目標となるセットポイントレジスタがあります。これらエラー結果を評価するための関数群が MCC によって生成されます。エラー結果、AD エラーを取り出す、ADCC Get Error Calculation 関数、エラーの上限式位置比較条件が成立しているか否かを返す、ADCC Has Error Closed Upper Threshold 関数、エラーの下限式位置比較条件が成立しているか否かを返す、ADCC Has Error Closed Lower Threshold 関数、これらは式位置の説明でまた出てきます。それ以外にセットポイントを指定する関数、フィルター結果を返す関数、ダブルサンプリング時の全回値を返す関数などがあります。エラー量を計算した結果に対して、
どの方向のどの程度のエラー量で割り込みを出すかを決めるのが式位置比較ブロックの役割となります。式位置比較には2つの式位置、上限と下限を設定できます。この2つのレジスタは16ビットの値を持ちます。エラー量と式位置の比較をどのような設定にするか、どのレジスタと比較するのか、またいわゆる不等号の方向であったり区間内か区間外かなどの条件を指定します。 MCC が指定する式位置比較関数、先にも出てきた式位置比較関数が MCC により生成されます。エラーの上限式位置比較条件が成立しているか否かを返す ACC has error crossed upper threshold 関数、エラーの下限式位置比較条件が成立しているか否かを返す ADCC has error crossed lower threshold 関数、現在の式位置を返す ADCC set lower threshold 関数があります。現在の上限式位置を返す ADCC set upper threshold 関数もあります。状況により動的に式位置を変更したいときなどに利用します。ここでは簡単な応用例を使って ADCC の各モードの動作を理解しておきます。先に周囲の明るさ、または環境の照度を ADCC を使って測定しましょう。フォトトランジスタに図のようにバイアスを与え、AN0 端子からアナログ電圧を取り込みます。別な例として、下の方には MCC9701 という温度センサの出力電圧を取り込む場合を示します。どちらも必要に応じて AN0 端子から取り込むものとします。ここで示した波形は、室内環境の照度の例です。蛍光灯の光に反応して、交流電源の周期で蛍光灯がフリッカノイズを出す様子が捉えられています。およそ 1V の直流電圧に対して、約 220mV の振幅を持つハムノイズは見えています。この波形は 0.1μF のコンデンサーをコレクターグラウンド管に入れて観測したもので、コンデンサーなしでは大きなフリッカが観測されています。それではこのような信号をもとにして ADCC の動作を見ていきましょう。最初は基本モードの動作です。AD 変換結果はフィルターを通さずにそのままエラー量計算へ入ります。エラー量は式位置と比較され条件を満たしたときに割り込みを出します。MCC 設定では AD 変換結果とセットポイント780との差分を取りエラー量としています。次に式位置比較と式位置比較段ではエラー量が100より上回ることを条件に割り込みを発生させる設定としています。結果としては880より上回った時点で割り込みを出す設定となっています。実際に式位置比較の結果割り込みが発生している例を示します。ここでは割り込み処理の内部でポートを L から H にトグルして割り込み発生を外部に知らせています。 AD 変換結果が式位置に満たない場合はポートは L のままですが、式位置を超えた時点で割り込みが発生しポートを L から H にトグルしている様子が見えています。この設定ではサンプリング周期が1ミリセックですから、1つのフリッカリップル内に10回のサンプリングと比較処理をやっているのですが、CPU はそれを感知することなく、式位置をオーバーしたときのみ割り込みにて感知しています。次に累算モードです。累算モード、アキュムレーターモードは累積し続けた結果が式位置をオーバーしたときを検知するのに適しています。もし AD 変換結果がゼロのままであれば、いつまでたっても条件は成立しません。しかし
AD 変換区画が0にならない限り、入力電圧が減少したとしても、ある時点で割り込みが発生するはずです。式位置上限比較を2万として動きを見てみましょう。これがルイス暗モードの動作例です。ルイス暗モードでは、ルイス暗結果は AD フィルターレジスタに出てきます。このレジスタが2万以上なら割り込み発生です。この波形では、入力信号はやや減少するような傾向が出ている時点でも、累積モードの積算によって、式位置比較結果で条件一致が発生しています。基本モードと同様に、ポートの L から H へのとぐりによって条件一致割り込みを外部に知らせています。次は平均モードです。平均モードでは、指定回数積算を行い、結果を右シフトしてから割り込み条件発生条件に一致するかを調べます。ここでは積算回数として32回を設定し、平均値を出すため5ビット右シフトしています。平均値を計算するために割り算が右シフトを利用することから、積算回数は2のべき数に限定されています。平均結果が ADC 結果の1倍に限定する必要性がない場合は、積算回数を2のべき数にこだわる必要性はありません。今回は平均値をすべて取り出したいので、式位置比較割り込みの対象とはせずに、平均算出結果を出すごとに割り込みを発生させるように、式位置割り込みの設定は、イネーブルドを選択しています。割り込みが不要であれば、ディゼイブルドの選択も可能です。平均を算出する際、ADCC 内部のアキュミレーターの動きを理解しやすいように図にしてみました。サンプリングは1ミリセック単位ですので、32回の積算回数の累算処理には32ミリセックかかります。その間に、照度入力信号には3つのリップルが経過するはずです。平均値のほかに実際の AD 変換結果との比較もしたいので、32番目のサンプル結果と平均値を比べてみることにします。平均は累算した結果を5ビット右シフトして、結果として32分の1としていますので、変動の中央になると予想しています。これが平均モードの動作結果です。実際に平均値と32番目のサンプルの結果をダンプしてグラフに表したものです。赤の線は32回ごとの平均値を示しています。青の線は32回目の生の ADC 変換結果です。ここではサンプリング周期を処理の途中で1ミリセックから 1.25 ミリセック、1.4 ミリセックとリアルタイムに変更してみました。赤の線は全体として見ても拡大してみても安定しており、平均化が効果的に行われていることを示しています。ところが青の線にはサンプリング周期によっては入力信号に類似した波形が見られています。しかし周波数は入力信号に含まれるリップル周波数とはかけ離れた周波数です。また 1.4 ミリセックのサンプル周期では波形が違って見えています。これらはサンプリング周波数に対する折り返し雑音、あるいはダウンサンプリングなどと呼ばれるものです。これらの折り返し歪み、あるいはダウンサンプリングは、信号に含まれる周期の位相とサンプリングの位相がサンプリングごとにずれることで見えてくるものです。もしサンプリングの位相が信号の位相と全く一致しているとする場合、変化は見えてこないでしょう。本来32ミリセックごとのサンプリングでは、サンプルするごとに6.4パイラージアンずつ位相が進む予定でした。結果としてサンプルごとに 0.4 パイラージアンずつ、
進んだ位相を取り込むことになります。このような位相の進みを周波数に換算すると 1.3 秒間に8サイクルのリップルが見えると予想されていました。実際には 6.3 サイクルのリップルが観測されました。予想との違いはサンプル間隔が正確な1ミリセックではなかったのが理由と考えられます。原因は発信周波数 FOSC の精度と考えられています。実際のズレをこの周期のズレから計算すると、この図にあるような計算のやり方によって 1.3% 程度のズレであると考えられています。次にバースト平均モードの動作について説明します。バースト動作は ADC のトリガー自体はタイマーなどのトリガーソースを選択して利用できるのですが、トリガーにより一旦AD 変換が開始して結果をアキュミレーターに積算すると同時に休むことなく次の変換を開始するものです。このような連続変換はリピート回数で設定した回数を連続して変換を行います。これによってアキュミレーターに足し込まれた値は指定のミニシフトをしてから AD フィルターレジスタへ格納されます。必要に応じて式位置比較による割り込みを発行することも可能です。バースト平均の動きを見てみましょう。ここでは温度センサーの出力をバースト平均で取り込んだ値と32回目のサンプルで違いが出るかを見てみました。サンプリング周期は1ミリセックですが、1ミリセックごとに32回のバースト変換を行い平均を求めています。本来温度変化は緩やかで平均を取らないにかかわらず何も変化が見られないはずでしたが、実際には赤の線が青に比べ変動が少ないように見えています。この縦線の数値は AD 変換の結果を10進数で表したものです。変化範囲は 3LSB 程度ですが、基本的には安定したデータになるはずでした。このような変動はなぜ発生するのでしょうか。この波形はバースト平均モードで ADC が連続的に AN0 端子電圧をデジタル用に変換している時の端子波形です。観測対象は9701という温度センサ出力ですが、このセンサは消費電流が数マイクロアンペアと低消費電力で、特に高周波での出力インピダンスが高いデバイスです。ビッグマイコンに搭載されている ADC は SAR 蓄次近似レジスタ方式ですが、測定対象のインピダンスを低く保つよう留意する必要があるのです。このようなスパイクノイズは内部の電圧を保持するフォールドコンデンサのスイッチに伴い発生します。ここでは ADC のクロックを 1MHz としており、ADC の変換時間は 11.5μs、アクイジションは 2μs 程度必要とします。32回のバーストサンプル動作がよくわかる波形ではありますが、先ほどのノイズの原因はここから生じていると考えられます。そこで対策をしてみました。ここでは高周波インピーダンスを低くする目的でセンサー出力とグラウンドの間に 0.1 マイクロファラッドのセラミックコンデンサを入れた時の波形を示します。出力データはここでは示しませんが、ブレのない一つの値だけが得られるようになりました。先のコンデンサの追加のみで対策のできる理由は ADC のサンプルフォールドコンデンサ C ホールドが ADC のサンプル動作に伴ってスイッチにより端子に直接接続されるからです。そのためこのコンデンサへの充電電流あるいは電荷共有動作に伴って高いインピーダンスを持つ端子の場合、端子電圧にスパイクのような変化が生まれるのです。この変化を抑えるのは C ホールドよりも十分大きな容量のコンデンサを
サンプル入力端子に接続するのが良い対策ですが、外部にアナログフロントエンドを接続する場合、オペアンプ出力がつながる場合があります。その場合、容量負荷によるアンプの応答性や導特性に影響を与える場合があります。接続する容量の値や負荷感の調整には留意が必要となります。次に、ローパスフィルターモードの動作について説明します。このフローズを見ると、ローパスフィルターと記載したブロックを除くと、平均モードとの違いが見えません。実際、このフィルター回路は一般的に FIR、あるいは IRR と言われている回路と比べ、シンプルで、係数乗算などはしていません。平均では、複数のサンプルから一つの結果を出すので、間引きをしているようになりますが、ローパスフィルターモードは過去のサンプルは利用していますが、一つのサンプルに対して結果を一つ算出します。アキュムレーターを右シフトして AD フィルターレジスタに格納するところは平均処理と同じです。フィルターとしての特性はこの右シフトとサンプル周期で決まるようになっています。ここにフィルターの特性を示します。ここに示したグラフは 960Hz のサンプル周波数で計算されたフィルター特性です。内気質周波数はサンプル周波数の2分の1である 480Hz となり、この周波数での減衰をデシベルで表記していますが、ここで ADCRS というのはアキュムレーターを右シフトするレジスタの指定パターンです。この値によって3デシベル減衰となる、一般的にカットオフ周波数と呼んでいる周波数が変わってきます。では実際の動作を見てみましょう。上のグラフの赤が AD フィルターレジスタを読み出した値、青は ADC 結果で、つまりフィルター前のデータとなります。グラフの上に示しました1から6までの数値は ADCRS レジスタの値、つまり右シフトの設定値です。グラフの下で100単位の数値はそのシフトで処理を続けたサンプル数です。このサンプル数の処理を終わった時点で ADCC の設定を初期化するとともに、ADCRS レジスタのミンシフト量を1から6まで動的に変化させています。この初期化によりアキュムレーターはゼロクリアされ、フィルタ値もある値から増えて平均に近い値に近づいて安定したレベルになるように見えています。ミンシフトの量を2と6の安定部位を確定した結果を下に示します。青の線を見ますと40ミリセックの区間で4つの周期が見えていますから、 100Hz のハムノイズがそのまま見えています。それに対して赤の線では振幅が減少して若干波の位相が遅れている様子が見て取れます。 ADCRS の設定によってフィルターが効いている様子がわかると思います。さて、このローパスフィルターモードではどのような演算をしているのでしょうか。ここで示すのは AD 変換結果の AD レスレジスタ、AD フィルターレジスタ、ADC アキュムレーターの3つです。AD フィルターレジスタには括弧で N あるいは N-1 などがついていますが、これはこの計算処理の前後関係を示すもので、N-1 は計算前の AD フィルターの値、N は計算後の AD フィルターの値で、実際には一つのレジスタです。ADCRS が5の設定では、アキュムレーターの値は5ビット右シフトされて AD フィルターに格納されます。これは平均モードと同じです。ですが、アキュムレーターに加算されていく値は、AD レスに対して平均値に近づいた値と差分を取った結果です。
アキュムレーターの値が大きい場合は、この差分値はアキュムレーターに対して小さな変分にすぎません。これが高い周波数である変動分が減衰を受けているように見える理由です。実際ミニシフトが 5bit の場合はアキュムレーターは平均値の32倍の値となり、変動分は相対的に小さな値になるということが理解できます。このような累算によるアキュムレーターの値はの成長は、ミニシフト値が大きいほど大きな値で安定するため、先の実験結果のように安定状態になるまでの時間が伸びるわけです。それではこのウェビナーのまとめです。この ADCC を利用することで、頻繁な割り込み処理を大きく削減できることが分かりました。実際、識位置判断を必要とする処理では、ADC 割り込みは劇的に削減できます。CIP により ADC はタイマーから直接駆動でき、割り込み処理のような遅延が生じません。このような決定論的なタイミングで制御できることは、正確なフィルター特性を得る上で極めて重要な意味を持ちます。ローパスフィルターの説明でご覧いただいたように、ADCC の計算ブロックは比較的シンプルな回路構成です。このような簡単な回路であっても、CPU 処理時間を大きく削減可能です。タッチセンスでは、チャージの重放電制御などの予備的な処理が自動化されていますし、AD 変換から計算、識位置比較まで完全ハードウェア化されていますから、ソフトウェアは情報変化点を割り込み待機する形で構造を作ることができます。まさにデータ駆動といえるやり方といえるでしょう。ここで一つお知らせです。ADCC には今回紹介した 10bit ADC で構成されたデバイス以外に、10bit ADC で構成されたデバイスもあります。PIC16F18446 は 12bit ADC 仕様を持つマイクロコントローラーで、ここに紹介するのはそのセンサーボードです。10bit と 12bit の ADCC の違いをデモできるほかに、複数のセンサーデモを行います。大きなコイルは金属検出センサーです。それ以外に、接近センサーや温度、圧力、バッテリー残量計測などをデモできますので、使い方、評価を行うのに適しています。また、このボードでは複数の周辺機能の使われ方がデモしています。MSSP と CLC を使い、LCD のコントラストを制御しています。CCP1 によりブザーオンの PWM 波形を作り出しています。CCP2 は LCD のバックライトの PWM 調光を行います。CWG は CCP1 からのパルスの反転波形を作り、ブザーを BTL 駆動して音量を大きくしています。タイマー1は CCP1 に対して PWM 周期のベースクロック生成に利用されます。タイマー2は CCP2 へのクロック提供のほか、近接センサーのタイムベースに利用されます。それでは Q&A のお時間に移らせていただきます。質問が何件か来ているのでお答えさせていただきます。まず最初の質問、アキュムレーターと呼んでいるレジスタは CPU 内部のアキュムレーターとは全く独立したレジスタでしょうかという質問です。これはその通りで ADCC の内部にあってですね、CPU の ALU 部とは独立したレジスタです。PIC の場合、W レジスターと呼んでいるのが従来のアキュムレーターでいうアキュムレーターに相当しますので、全く独立した存在となっています。次に問い2、2番目の質問ですが、エラー量を計算せずに直接識位置との比較は可能でしょうかという質問です。
これも可能です。例えばですね、セットポイントラジスター後の差分を選択しまして、セットポイントを0に設定するということで、エラー量を計算すると式1の直接比較ということになります。次に3番目の質問でですね、平均値計算のモードとローパスフィルターモードの使い方の違いがよく分かりませんということです。で、簡単に言いますと、平均値を計算するというのは、平均化対象となる数のサンプルに対して一つの結果しか出しません。に対してですね、ローパスフィルターではサンプルごとにフィルター結果が得られるということがあります。で、単位時間の出力データ量には大きな違いが生まれるわけです。で、けれどもローパスフィルターの結果にプログラムでデシメーション、いわゆる間引きというのを施しますと、結果としては平均と違いが出ないわけですね。似たような結果になってしまうと。式一比較ということで、行うということを考えると、例えばサンプルごとにデータが得られるローパスフィルターを選ぶということで、リアルタイムに近い処理になってますのでですね、レスポンスとしては早い結果が得られるという、そちらの方が良い結果が得られるんじゃないのかなというふうに思われます。その他、頂戴している質問につきましては、ただいまより5分間、画面下の Q&A ボックスによりご返答させていただきます。
多くの質問をいただいておりますが、セミナーもそろそろおしまいの時間となりました。本日回答しきれなかった質問については後日フォローさせていただきます。セミナーが終了しますとアンケートが表示されますので、お手数ですがご記入をお願いいたします。また本日のセミナーは後日オンデマンド版でもご視聴いただける予定です。ご準備できましたらメールにてご連絡差し上げます。それではこれにて終了いたします。ご清聴くださりありがとうございました。